皆さんこんにちは、あおちゃんです、履正社高校、履正社高校言えてません、すいません、履正社高校ですね、初優勝おめでとうございます、素晴らしい試合でしたね、久しぶりにですね高校野球の決勝戦ゆっくり、テレビで見させていただきました。両チームですね、全力を尽くして本当に最後の最後まで諦めずに、戦ったんではないかなというふうに思ってます。ちょっと試合展開を振り返ってみますけども、まず、星稜高校が、タイムリーヒットで1点先制、2回ですね先制をしまして3回に、ツーアウト一塁二塁から4番の、履正社高校、井上君4番バッターですね、甘い球を本当に見逃さずにですね、センターバックスクリーン左へですねスリーランホームランというね強烈な当たりを初球ですねスライダーがちょっと浮いてたんですけどね、ホームランを打ちまして、リードする展開で、7回まで行きました。でなかなか星稜高校もチャンスがありながら得点ができず7回にですね、粘って粘って2点を取って同点ということで3対3、これからというところだったんですがやっぱり、奥川君が少しやっぱり、球威が落ちてきたところだったですかね、やっぱり履正社に捕まっちゃって、2点を取られて、5点ということで最後ね9回裏、ワンアウト1塁2塁まで粘ったんですけど、3番の千田君が、セカンドゴロダブルプレーということで、残念でした。星稜高校はね本当今までいろんなたくさんの歴史に残るゲームを、やってきました。テレビでも、放送してましたけども負けて、有名になるんじゃなくて今度は勝って有名になろうっていうね林監督の、言葉もちょっとなかなか今回も、達成できずということで、でもねまだまだ2年生にね星稜高校もたくさんいい選手が、いますのでまた来年ですねこのリベンジをしっかり、果たしていただきたいなというふうに思います。履正社高校、初優勝ということで、素晴らしいチームでした。2番手で投げた岩崎君もね自らタイムリーヒット打って、それまでねヒットが1本もなかったんですけどね7打数0安打だったんですけど、あそこでね本当に貴重な貴重なタイムリーヒットが打てるっていうところがやっぱ素晴らしいですよね。集中力といいますかそれもしか奥学のストレートねアウトコースのストレートをレフトへしっかりと打っていったっていうところやっぱりもうレベルの高さを非常に感じました。今回ですね本当にたくさんいろんないいチームが出場していましたけども、星稜高校それから履正社高校の皆さん最後まで全力で戦っていただいて感動をいただきました。高校野球もですね今回101回目、令和の時代になって初めての大会ということで、いろんなことを言われながらですねやってきましたけども、一つですねまた今回いろんな課題が出てきたと思いますんでねこれをまた来年以降に、生かしていただいて、これから野球を、やり始める子どもたちのためにもですね本当に選手の、健康とかですね怪我とかっていうことを一番考えていただいて長く野球ができるようなやはり大会運営といいますかねそういう一つの目標ですからね子どもたちのねそれをですね一生懸命みんなで考えていやっぱ伝統もありますし歴史もありますから続けていっていただければなというふうに思ってます。私もですね、微力ですけども、地域の、子どもたちの、少年野球のいろんな、お手伝いもさせていただいてますので今回ね多分ねこの子どもたちも夏休みでみんな見てたと思います。こういうね素晴らしい試合をですねたくさんですね子どもたちに見せていただいて、子どもたちの目標になるようにこれからも一生懸命頑張っていただきたいと思いますし私も少しずつでもお手伝いをさせていただければなというふうに思います。
今回本当にいい試合を見せていただきました。履正社の皆さん、それから星稜の皆さん、お疲れ様でございました。本日はこれで、終了いたします。ご覧いただいてありがとうございます。よかったら、チャンネル登録お願いいたします。はい、では、あおちゃんでした。